Yeah, keep it funky now, funky drummer in the house. Yeah, keep it funky now, keep the drummer in the house. 96 of January, that's when the day a funky drummer was born. Yeah, age of three, I beat a crisp kiss. That's the thermal he was into. Yeah. And when he was eight, I formed a rock band, started to gig for real. Kozo was his mentor, and with him I went to the deep, 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 deep drummer's world. He can come on out. Today was, today's the day to do a session with a lot of a funky cats. Yeah, like the key on guitar, we got Koichi Abori in the house. And we got Kiyomi Otaka. Hi, I'm Gino. I know you know Gino, he know Kenji Hino in the house. I play the bass for ya. Yeah, we're here to do a DVD with my man right here, R to the I, K-U, Rick. A fucking drummer in the house, y'all. R to the I to the K, you a Rick, a funky drummer, funky drummer. Funky drummer now. I keep it funky now. I make it funky now. Let's go, man. R to the I, K, you a Rick, a funky drummer. R to the I, K, you a Rick. In the funky drummer, R to the I to the KU. A funky drummer in the house, R to the I to the KU. Ring.
Thank you.
くん、ね、すごいよね。もうなんていうの、僕は初めて会った時にはライブに来てくれて、こんなにうまかったら飛び入りさせた方が良かったって思ったんですよ。 あったんですね。うん、そう、ライブに来てね、会って今度よろしくお願いしますみたいな感じで、それも初め親とね来たら3人で、あれ何なんだろう、僕ドラムなんです、ああ聞いた、構造さんとなんかやるっていうの、うん、で矢部さんも言ってたじゃない、うん、でもこんなにすごいとは思わなかった、うん、いや、うん、俺もね正直ね、うん、そうだね、ちょっと見くびっていたというか本当に良かったんで、フラジャイルで飛び入りに来たわけ、うん、その時にねフラジャイルの曲を、まあでも1曲やったかやんないかぐらいだったんだけど、うんうん、まあ叩くなとは思ってたけど、実際どうなのかなっていうのはあんまり分かんなかった実は。で今回もやってみたら、うん、ちゃんとグルーヴあってドラムしてるっていうか、すごい弾きやすいのよね、うん、こちらもね、あのねドラムになってるね、うん、例えばサイズがねリハの時とかこう変わっても臨機応変にすごい対応できるでしょ、うん、まあ、すごかったね、そういうなんかちゃんとアレンジもできるしさね、うん、止まることなく、そうだね、もう本当に僕は本当にドラムはうるさいので、そうだよね、だってベースとドラムっていうのは夫婦関係だからやっぱり ね、でもちゃんとグルーヴがするドラマって本当に少ないから、うん、グルーヴできてテクニカルっていう人本当少なくて、これちょっとびっくりしたね。でニコニコして可愛いから初め大丈夫かなとか思ったらなんかもう全然バッチリじゃんみたいな、ね、もうすごい驚いてたもんね、驚いたね、ちょっとね、うん、これからもね一緒に一緒にね仕事一緒にやろうかなとか思って、ね、うん、そうだね、まあ、やっぱりそういう、うん、いいドラマにこれからもっとどんどんなっていくと思うし、そうだね、うん、そうだね、非常に楽しみだよ ね、うん、またライブやろうね、みんなでやろうね。
Thank you.
ほら大高さんの曲をいっぱいやってたんですけど、そう今回はねすごい叩いてもらってね、例えば、うん、ディパーチャーとかさ、うん、26とかは、はい、元の CD はデーブ・ベックルだったりするわけよ、はい、それでそれをね、リック君がどう叩くのかっていうのはちょっと楽しみというか、そこが面白いところだったんだよ。ドラミングをで、あのまんまコピーして叩くのかなって思ってたわけ、うん、最初で、ちゃんと自分のドラムにしてるでしょう。そうだね、あれとか素晴らしいよね。そう、やっぱりなんか 僕は思うんだけど、ベーシストとしてラインを引いてそのラインに一緒にくっついてくるかとか、うん、一緒にこうやって絡んでくるのか、うん、どんなのかなと思って、僕もアルバム通りに弾いてないから、うん、ね、どうやればいいんだろうって、ね、メンバーが変わればさ、それは、ね、まあ、違ったものリズムの考え方になるわけだから、うん、そこをまあ、臨機応変というか、あ、この感じだったらこうだなとかね、いろいろしていかなきゃいけないと思う、うん、なんかそういうのがなんかできてたよね。もう完璧だね、やっぱり自分で、僕もやっぱりグルーヴするドラマーじゃないとやりにくいんだよね本当に、うん、僕の仕事っていうのは。で、多分僕たちがドラムとベースがグルーヴしてたら上の方も全然楽にソロできるし、ね、なんか赤いカーペットをバッてやってるのはやっぱり僕たちだから、ベースとドラマー。それはいいよね、やっぱ自由になれるからね、うん、そういうところはね。あとベックルとかもいろんなドラマーいっぱい聴いた方がいいと思うし、うん、やっぱり何ジャズとか R&B とかフュージョンとか本当に黒人から生まれてきた音楽だから、ブルースから奴隷からブルースからディキシーランドになって、ディキシーランドからロック、ジャズ全部生まれたじゃないですか。だからほとんどやってるドラマーとかやっぱりグルーヴ系のドラマーが一番好きなんですよ、うんうん、やっぱ全てにおいてグルーヴがなければね、ね、いやでもすごいグルーヴしてるから、これからもっとディープなポケットもっとディープグルーヴになって、そうだよね、楽しみだね、楽しみだよね。
菅沼光三です。平陸です。ドラムバトル、はい、バッチリでしたね、はい、やっぱり同世代だし、はい、はいってあのね、年齢的にはね、まあメンバーとのギャップもすごいんですが、はい、今回はその辺をね、それでこんだけ違和感なく馴染んでしまうっていうね、楽しそうに叩いたよね。本当に楽しかったです、うん、メンバーもやりやすそうだった。僕とやるよりもずっとなぜだろうまあやりやすいんだと思いますよ、うん、あのドラムソロもねバリバリいけるんだけど、グルーヴ系がいけるんでね、あのジーノも絶賛してましたんで、ありがとうございます、今後ね、あのじゃんじゃんそのジャズコンテンポラリー界に、まああとあのそれにはとらわれずね、いろんなジャンルをやってほしいと思うんですけども、はい、ドラムって楽しいよね。楽しいですね、うん、最初ってどういうきっかけで？最初はあのお父さんが僕のちっちゃい頃にバンドやってて、でそれでドラムの人がすごくかっこよくて。それはプレイスタイルがですか？もう服をこうやって破ったり。破っちゃ危ないな、それちょっと気になっとったわけですね、はい、かっこいいっていうか変態っていうかうん、じゃあ将来はまあ僕も小学校からねドラム叩いてるわけですけども、これからどんどん、まあ、ドラムの道進んでいろんなことあると思うんだけども、あのどんどん乗り越えてね、壁も来ると思うけれどもね、もう僕らこの年になっても壁の連続でね、なんとかだましだましやってるんですけども、りくちゃんは今からやってればもう世界のトップになれると思いますんで、ありがとうございます、うん、頑張ってほしいと思いますが、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。
Yeah, keep it funky now, funky drummer in the house. Yeah, keep it funky now, keep the drummer in the house. 96th of January, that's when the day a funky drummer was born. Yeah, age of three, a Peter Chris kiss. That's the drummer he was into. Yeah. When he was 8, I formed a rock band, started to gig for real. Kozo was his mentor, and with him I went to the deep, 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 deep drummer's world. He can come now. Today was, today's the day to a session with a lot of funky cats. Yeah, like the key on guitar, we got Koichi Abori in the house. And we got Kiyomi Otaha. Hi, I'm Gino. I know you know Gino, he know Hino, Hino in the house, I play the bass for ya. Yeah, we're here to do a DVD with my man right here, R to the I, K-U, Rick, a fucking drummer in the house, y'all. R to the I to the K-U, a Rick, a fucking drummer! Fucking drummer now. Keep it funky now, I make it funky now, let's go, man! R to the I-K-U, Rick, a funky drummer. R to the I-K-U, a Rick, in a funky drummer. R to the I to the K-U, a funky drummer in the house. R to the I to the K-U, Rick.
Thank you.
くん、ね、すごいよね。もうなんていうの、僕は初めて会った時にはライブに来てくれて、こんなにうまかったら飛び入りさせた方が良かったって思ったんですよ。あったんですよ、うん、そうライブに来てね、会って今度よろしくお願いしますみたいな感じで、それも初め親とね来たが3人で、あれ何なんだろう、僕ドラムなんです、あ聞いた構造さんと何かやるっていうの、うん、で矢堀さんも言ってたじゃない、うん、でもこんなにすごいとは思わなかった、うん、いや、うん、俺もね正直ね、うん、そうだね、ちょっと見くびっていたというか、もっと本当に良かったんで、フラジャイルで飛び入りに来たわけ、うん、その時にねフラジャイルの曲を、まあ、でも1曲やったかやんないかぐらいだったんだけど、うんうん、まあ、まあ叩くなとは思ってたけど、実際どうなのかなっていうのはあんまり分かんなかった実は。で今回もやってみたら、うん、ちゃんとグルーヴあってドラムしてるっていうか、すごい弾きやすいのよね、うん、こちらもね、あのねドラムになってるね、で例えばサイズがねリハの時とかこう変わっても臨機応変にすごい対応できるでしょ、うん、もうすごかったね、そういうなんかちゃんとアレンジもできるしさね、うん、止まることなく、うん、そうだね、もう本当に僕は本当にドラムはうるさいので、そうだよね、だってベースとドラムっていうのは夫婦関係だからやっぱり ね、うん、ね、でもちゃんとグルーヴがするドラマって本当に少ないから、うん、グルーヴできてテクニカルっていう人本当少なくて、これちょっとびっくりしたね、でニコニコして可愛いから初め大丈夫かなとか思ったらなんかもう全然バッチリじゃんみたいな、ね、もうすごい驚いてたもんね、驚いたね、ちょっと、ね、うん、これからもね一緒に一緒にね仕事一緒にやろうかなとか思って、ね、うん、そうだね、まあ、やっぱりそういう、うん、いいドラマにこれからもっとどんどんなっていくと思うし、そうだね、うん、そうだね、非常に楽しみだよ ね、うん、またライブやろうね、みんなでやろうね。We'll be right back.
ほら大高さんの曲をいっぱいやってたんですけど、そう今回はねすごい叩いてもらってね、例えば、うん、ディパーチャーとかさ、うん、26とかは、はい、元の CD はデーブ・ベックルだったりするわけよ、はい、それでそれをね、リック君がどう叩くのかっていうのはちょっと楽しみというか、そこが面白いところだったわけよ、ドラミングをであのまんまコピーして叩くのかなと思ってたわけ最初、うん、ちゃんと自分のドラムにしてるでしょう。そうだね、あれとか素晴らしいよね。そうやっぱりなんか 僕は思うんだけど、ベーシストとしてラインを引いてそのラインに一緒にくっついてくるかとか、うん、一緒にこうやって絡んでくるのか、うん、どんなのかなと思って、僕もアルバム通りに弾いてないから、うん、ね、どうやればいいんだろうと、ね、メンバーが変わればさ、それは、ね、まあ、違ったものリズムの考え方になるわけだから、うん、そこを臨機応変というか、あこの感じだったらこうだなとかね、いろいろしていかなきゃいけないと思う、なんかそういうのがなんかできてたよね。もう完璧だね、やっぱり自分で、僕もやっぱりグルーヴするドラマーじゃないとやりにくいんだよね本当に、うん、僕の仕事っていうのは。で多分僕たちがドラムとベースがグルーヴしてたら上の方も全然楽にソロできるし、それはもう全然違うね、なんか赤いカーペットバッてやってるのはやっぱり僕たちだから、ベースとドラマー、それはいいよね、うん、自由になれるからね、うん、そういうところはね。あとウェクルとかもいろんなドラマいっぱい聴いた方がいいと思うし、うん、やっぱり何ジャズとか R&B とかフュージョンとか本当に黒人から生まれてきた音楽だから、ブルースから奴隷から、ブルースからディキシーランドになって、ディキシーランドからロック、うん、ジャズ全部生まれたじゃないですか。だからほとんどやってるドラマとかやっぱりグルーヴ系のドラマが一番好きなんですよ、うんうん、やっぱ全てにおいてグルーヴがなければね、ね、音楽は。いやでもすごいグルーヴしてるから、これからもっとディープなポケット、もっとディープグルーヴになって、ね、そうだよね、楽しみだね、うん、楽しみだよね。
菅沼光三です。平陸です。ドラムバトル、はい、バッチリでしたね、はい、やっぱり同世代だし、はい、はいってあのね、年齢的にはね、まあメンバーとのギャップもすごいんですが、はい、今回はその辺をね、それでこんだけ違和感なく馴染んでしまうっていうね、楽しそうに叩いたよね。本当に楽しかったです、うん、メンバーもやりやすそうだった。僕とやるよりもずっとなぜだろうやりやすいんだと思いますよ、うん、あのドラムソロもねバリバリいけるんだけど、グルーヴ系がいけるんでね、あのジーノも絶賛してましたんで、ありがとうございます、今後ね、あのじゃんじゃんそのジャズコンテンポラリー界に、まああとあのそれにはとらわれずね、いろんなジャンルをやってほしいと思うんですけども、はい、ドラムって楽しいよね。楽しいですね、うん、最初ってどういうきっかけで？最初はあのお父さんが僕のちっちゃい頃にバンドやってて、でそれでドラムの人がすごくかっこよくて。それはプレイスタイルがですか？あのもう服をこうやって破ったり。破っちゃ危ないな、それちょっと気になっとったわけですね、はい、かっこいいっていうか変態っていうかうん、じゃあ将来はまあ僕も小学校からねドラム叩いてるわけですけども、これからどんどん、まあ、ドラムの道進んでいろんなことあると思うんだけども、あのどんどん乗り越えてね、壁も来ると思うけれどもね、もう僕らこの年になっても壁の連続でね、なんとかだましだましやってるんですけども、りくちゃんは今からやってればもう世界のトップになれると思いますんで、ありがとうございます、うん、頑張ってほしいと思いますが、はい、じゃあお疲れ様でした。お疲れ様でした。